阪神の魅力ですか。いやただ来たボールを思い切り振ってるだけでね、またその中でも自分のスイングとまた違うスイングが2つあるんでね、いや自分の納得いくスイングといかないスイングで三振取られるの悔しいんですけどね。その豪快な三振をですね見に来ているお客さんも多いと思うんですがね、そういった人たちに対して、いや、やはりお客様はねホームランとかいいところ見に来てると思うんですけどね、またその中でもねまた空振りの魅力で来てくれるとねありがたいんですけどね、気楽にやれて、はい。これだけ三振するバッターって監督はもう取っかえちゃいますよね。でましてや最近は管理野球でチームバッティングをしなきゃいけないなんていう人がどんどん三振するわけだから、監督の考えてることと全く逆行してるわけでしょ。で それでもなおかつね使うっていうのはやっぱりね、野球の醍醐味はホームランですよね。ホームランと三振っていうのは同居してるんですよ。だからそこにねなんかすごいドラマがあってね、だからその組織の野球だなんだってそれをもうぶち破ってね、ガーンと、だからもうその選手をお金払って見に行ってもいいということがこういう風な三振につながると思うんですよね。まあ、彼の魅力っていうのはやっぱりスイングスピードですね。これに当たったらあれどこまで飛ぶだろうなっていうスイングしますもんね。だからはっきり言って今日のプロ野球でね、本当今日は池山当たってるから見に行こうかなって気になりますもん。楽しみです、僕らでも野球取材行ったらね。そういう魅力を持った選手ですから、まあやたらに変なバントとかねエンドランとかやらせないでね、バン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 振らせてくれるとありがたいですね。僕ら見てても気持ちがいいなと思いますからね。でまあ、よくまああれだけ触れるもんだということで、ある意味においてはこれが彼の一つの大きな特徴だと思うんです。ただね、ストライクね、いわゆる自分が本当にバットの芯でピシャッと捉えられるボールを思いっきり振るというところへ入っていくべきでしょうね。もうボツボツ何でもかんでもブンブン振るということじゃなしにね、もういわゆるストライクのボールを思いっきりバーッと振り込んで、それがまあホームランになったり空振りしたりというところへ入ってくると思いますよ、もうじき。まずバッターボックスに立った時ですね、この相手側のそのベンチの方ジラッとこう目をやりますね。これ意識したことあるんですか。そうですね、巨人戦の前ですか、ちょうど打てなかった時にね、去年のホームを思い出したら見てるんでね、まだその意識をちょっと一塁側でも見てみようかと思って意識したことはあるんですけどね、まあ、ほんまはベンチじゃなしにカメラなんですけどね、カメラ、はい、ちょっとでも映るようにカメラ見てるんですけど、なるほど。またバッターボックスの中で考える余裕いうか、これだけはしようっていうね、無意識になってしまうんでね、なんか考える余裕を持ちたかったんでやってみたんですけどね。西武の清原選手もやってるんですね。清原君の場合はあまり大げさじゃないでしょう。まあ性格が出るというんですか、ちょっと控えめに、はい、僕はちょっと大胆に、はい、カメラ見てるんですけどね、はい。三振もちょっと多いんですけど、数打ち当たるでホームランも打ちたいんで、また球場の方へお越しください。お願いします。